どうもこんにちは、 N スタジオのディエです。 Tales of Arise の続きをプレイしていきます。早速宿屋に話しかけて、それにしてもあのデダイムってやつムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったって、この国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろう。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。はい、というわけでエストルバの森とやらに向かいましょう。ここかな。砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけろ。でも口の中もジャリジャリする。フルル、飛ばされないでね。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。ヨモの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇。闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。
やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士討ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかは何だ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ、リンウェル。おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえそこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんど三木田兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな三木田は。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。あ、そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキウダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキウダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが十分綺麗だと思うけど。そんなミキウダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。ミキウダをよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。出た、美食家や。あら、おお、腹ペコね。腹ペコお嬢ちゃん、メナンシア以来じゃの。誰が腹ペコよ。またとっておきのレシピを見つけたの。のその通り。さすが話が早くて助かるわい。シオン、こちらのご老体は。彼はグルデの美味しい料理を求めて各地を回ってるんですって。なるほど、なるほど、いい趣味をお持ちだ。私はティオハリム、以後お見知りおきよ。なんと、これはこれはメナンシアのスルドカッカか。ビスキンとのビーフシチューは絶品でしたぞい。ほう、うん、それは光栄だが、なぜ宮殿のマルヒ料理をそなたが。ちょっと、今回必要なものは何なの。ほら言いなさい。うむ、必要な材料はレタス、リンゴ、レモンじゃ。持ってきてくれるか。持っ、え、てる。やったぞ。では早速レシピを渡すから作ってくれ。あら、あら、随分簡単なレシピに私でも作れるかも。いいの。おう、ではお嬢ちゃん頼むぞい。
かしら。ほら、できたわよ。おお、なんと美しい見た目、素晴らしい香り。ではいただこう。青汁？まったく。おや？そんな。やれやれ。何？の。お。青汁のレシピかい。まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのは、さすがと言うべきか。アルフェン、お前の服、少し匂うな。洗濯はしているのか？そういえば、しばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう。助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。あ、そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど、先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物とスクレイ物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。このメンバーのお母さんみたいな存在になってるやん、キサラが。こっちで合ってんのかな。さっさと片付けましょう。私の手が必要か。ゴーダ、ここまでだ。終わり。決めた。ウィー、腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。さあ、道はこっちなのかはわからないんだけど。お、フルールが反応。消えた。この辺か。あ、いた。この上か。さらにひどいやりさまだな。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとはいえ、これは道どこだ。この横ちょっと行ってみようかな。反応あり。あだんこ。
こっちじゃないのかな。じゃあ森の方に行かないといけないから、なんか雰囲気が違うな。動きを止める。息の根止める。まだよ。スライダー切れつけ上げろ。超レインガガン。よし、よし、訓練の成果が出ている。こっちか。もうこっちにはアイテムか。守るだけで未来を変えられない。次も頑張るよ。お、こっちも光ってる。そういえば試していないレシピがあったの。これが最後のかけらよ。うん、ではやってみるか。こっちにいいのかわかんないんだけど、とりあえず行こう。よしよし、いい調子。そこにキャンプがある。こっちでも道あるんだよな。スルドブリガにおいては精霊力の通り道でしか。見たまえ、風車だ。その森とやらはどこだ。本当に私たちは叩き潰す。決めたい。ユーハイム走破ユーモジー。これは価値があると思うわ。道合ってるのかわかんないな。どきなさい。回避してくれたの。ガイドがいなくなっては止まらない。フルルが反応してるんだ。あ、消えた。ってことはこの辺り。どこにいますかね。ん、声が聞こえる。どこだ。あ、いたいた。森もにぎわってきたかな。よし、ちょっと調べようかね。
はい、どうやらこっちの方向みたいなんでこっち進んでいきます。ちょっと牧場の様子を見ねえか。その前に野営しますと。落ち着かないね。ああ、あんな廃墟見ちまった後じゃな。俺たちは解放のために戦ってきた。だがどの国でもこうなる可能性はあったんだ。大きな力がぶつかり合えばそれだけ破壊も大きくなる。俺たちは運が良かったってことか。この国をこれ以上壊したくない。俺たちの手でスルドを捕まえよう。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ助かる、キサラ。なんかキサラなんだかんだ言いつつギオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服穴が開いていたのを繕っておいた。な、ああ悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというかしていないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれみんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いやそこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って
火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだが。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。ああティオハリム。それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった、それだけだ。今さら。究極の一皿が今ここに。リメル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満。じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし、あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬。犬。犬は家族に入るのか。もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でもそう考えると今の状態って楽しいね。宝状態だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル。あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。しっかり休んでおこう。もうちょっと寝たい。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。次の動画でエスパルトの森に突入していこうと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画まで、またねー。